甲羅町中心部を望む。5月中旬のため、黄色い農地は小麦である甲羅町総合公園在市、高虎公園コー町は、近畿地方北東部、滋賀県東部にある犬上郡の町、滋賀県内にある地方自治体のうち、豊里町に次いで面積が小さい。大見盆地東部、鈴鹿山脈の麓に位置する。 犬上川の線状地で、町域の大部分が低地帯となっている。山地、渓谷などで特筆すべきものはない。甲羅町が属する犬上郡の気象データは観測されておらず、地域は彦根地方気象台の管轄区域に属しているため、西隣にある彦根市のデータが最も近い。よって、彦根市気候を参照のこと。 下野郷遺跡が発掘調査されたところ古墳時代のものと分かりその頃から集落があった。法洋寺遺跡も発掘調査により飛鳥時代の集落であった。桂城神社の名や甲羅神社の祭神が竹内宿根であることから古代は桂木の市の支配地であった。その後犬神の市の領地となる。平安時代初期、三治商人が西明寺解山。 鎌倉幕府滅亡後、有力御家人、二階堂貞田藤が湿居させられた屋敷が下野郷にあった。南北朝時代初期、大見源氏の佐々木同与が、甲羅荘に、小楽事情を築いて、本拠地とした。以降、京国市の支配地となる。その子孫が高、甲羅荘天子郷で、天子氏を称し、出雲国へ下校して、戦国大名となった。王仁の乱の頃には、 京国高数が下野豪城を築城。その次男、田賀高忠が下野豪城主となった。織田信長により、大見攻略戦で下野豪城落城。二階堂宝連院の破壊。比叡山延暦寺焼打寺に西明寺焼打ちなどが行われる。戦国時代末期には、甲羅荘、東道村から東道高虎を算している。同時期には、 日光島将軍の造営をはじめとする土木工事を江戸幕府に任された宮大工で甲羅市の祖である甲羅宗広が甲羅宗法要寺村から出ている。豊臣時代は沢山城の石田三成、江戸時代は彦根藩に属した町役場税務庁民主、甲羅東小学校級校舎を保存、活用している消防救急救命医療券は ことを保険医療圏に属している。救急国示医療機関は、以下の通り、防災防災システム、災害事応援協定中学校、小学校特別支援学校幼稚園特記事項なし。天子駅道の駅セセランギの里コ羅ラ近世以前の人工物近現代の人工物。ありがとうございます。